今日は休みということもあり昼だけ行きます。いただきます。これ贅沢すぎないか。まあ、先生、魔法をね、骨折だけはもらったんですけどね。
自分のお嬢さんは丁寧でしたね。緊張マグロ、僕はレストランになってから4年経ってんですよ。その時のスリーの腕が良かったのかなって思いますね。山の好きなんだよ。これはね、今全部食べませんよ。晩ご飯に残しておきます。晩ご飯に。Kさんもお刺身好きだから。だから今、一緒に食べましょう。
それも昔軟骨潰れちゃいましたし、今でも痛い。んで、鉄がんの手術はそうでしょ。これもこれ、これで後遺症は残ってるし。気楽になりますよ。Yeah.
のって感じだったんですけどね。人それぞれです。十人十色っていうのはな、今日は部活、まあいっぱい残りましたけど、今日の晩ご飯って食べますのでね。うん、はい、まあ、大切なことを大切にする。まあいいわ、どうでもない。それではまあ今日の昼酒ここで終わります。それではごちそうさまでした。